39度の予想です。で日中36度まで上がります。その他でも35度前後のところが最高気温多くなっているほか、最低気温も25度を超えるというよりは30度一歩手前の蒸し暑さのまま明日の朝を迎えるというところが特に西日本中心に多くなりそうです。そして明日の天気、東日本から北日本まで見ていきますと、先ほど雨雲の流れの動画でお話しした通り、太平洋側は特に東海地方などでは湿った空気の流れ込みを受け続けることになりますので、一日を通して降ったりやんだりがずっと続いてしまうんじゃないかということが考えられます。さらには関東でも雨の可能性があり、東北以北は雨の可能性はそれほど高くはないんですが、ただその代わり新潟で37度などといった猛暑の可能性が今考えられます。